どんはなくても俺はぶっ飛べる。これだけは確実、回線の開始の前、吐いて捨てるようなワンループの中で吐いてくな坂上で、こうしても安いのネクチャー、ある意味ハイブリッドのアマゾン 5G につながったとこで何の影響もない。さらに早く俺は言葉を吐けるから、あいつらみたくうまくやれるラッパーとは違う。チワの中から抜け出し、ここで新たに開き出したサイバー、サイバー2024。調子の方はどう？午前中から来てる、夕方に向かって走ることだな、嫌なことだな、エンバリセイことだな、エンバリセイことだな。ことだま、ことだま。午前10時半、夜の中もつけるアコリ、つきっぱなしなのにつきっぱなり、深越し暑い、この泣きはなんだ、どこから来る地球の汗が、俺にも汗をかかす真夏、欠かさず水分取り進むため、役は一日嫌な痛いとか思う、痛いと下田に汗をかく、クーラーつけはないのよくながら、でも喉にはよくない、クーラーつけはのも喉にはよくない、だけども俺はラグカラで負けずにこうしてやってる、現実の一面超人間の形、中華一番ような法律の独裁、こんなもん元プレゼンをぶちまけるために、今日もここにいるラバーのくせに差別走るわけのわからねえ奴らもいる、どこまでエロになるんだ、その言葉の中にいることでは書き留める、溜めた音と音楽、その先に感覚がありらんだもん、そして伝わっていくだけのタンデム、東は南、北は東、行ってくれなんともに、仕事音楽プラスチックテーツ、俺の代わりに奴やかれ、話が違う世代の MC がもたらす錬金術、俺にとっては少しの返金のマイクの機会奪われる、ノルマない分俺にはなかった楽曲、卓越した能力と言われてるけど、それが何もつかまる、誰かが歌い始めたノルマ、どうかを現実の話だ、これ嬉しい前は一つ、それが真実となった、納得がいかねえな、オリアンジャパーディ暑い夏に負けず振り絞るエネルギー、かなり高いよりもかなり好きのイヤバンからなくなるディープラブ逆逆、俺もアンデフォーにウェイクアップ、ちょうど過去悪く立っていくぜ、汗だらけの状態からショータイム、常に始まり真夏熱く振り絞るアナロギー、実際好きだぜ、今日はそうなのそうなのから、握ったパソコン一本だけ、言葉は自由
スタートしていきました。どうやってか入れてくださいか。劇場に出てくる今日のイベントはこのテーマ、コラージュ5からは東京だろ。ガルダの声も見せてた、今まで生きてる元気なまんまで育ってくる。まだ広がるテレマ、昔聴いたやめちまった友達の曲が好きだった。その曲の名はウォールブレイカー、クロスオーバー、カメラでぶちまけてきヒップホップ、いつでとデカルティブの中によく見れば生きてるということだけは確実だぜ。言われたその言葉に吹っ飛ばされたの私が、フットが違っても一つ憧れだ。価値観はどんどん違ってく、やつはバトルの方向、ラップどう受けようか。俺にとってはファンだか文化とかいろいろごちゃごちゃ言いながらやれること探した。本当にごたごた言ってるのは俺の方だった。それがシンプルになっていくこの瞬間っていうやつに感謝だ。全て捨てちまって破り捨てた昔のラレイク、そして昔のその先に今いるのは確かで、2024驚いたなんて思わない、まだまだ驚きの坂を登っていく最中、鳴らす最中。壁があればそこに扉がある、壁がなければそれをこじ開け。俺は相手なり風の中の人間、誰風ではない。彼してどうして紹介すればいいのかわからない。普段の言葉はつまってばかりだ、つまらないことはしたくないなと言いながらも、つまらないことにしてやることに生きてる現実。どこまでも大げさに言うなのでストーピア、どこまでも小さなやつまとめるならばよくあるいつ、どこまでも大きくまとめるならばデストラピア、どこまでも小さく卑屈にまとめるならただの憂鬱だ。ラパゲの端だが、だけど発祥節の間詰め込まなくちゃ知らない。誰かに言われた価値観を俺は変えたい。ノーリテア変わりすぎて入りたいのライブショーケースをこなしてく願いの靴じゃん。ああ国家補充状態と思えばまだ先の先がある。そのライブ見てればついにぶっ飛ばされる。若いやつそれに腰を置いてあっていろんなフレッシュを探してる。この瞬間時間だけ関係ない、時間時間の向こう側にいる。この日曜やると世の負けるな。ピアさん次の日が来るなんて思わせたい。この時間が終わらずことを惜しませたい。そしてこの空間を惜しませたい。初めて聞いた時はあえた鋼鉄の指示と名乗っていた。このダマダラマ、価値観は違えど一つの仲間だ。私の中で固まった俺たちは人の名をこう呼ぶ地獄レコード。そこが始まりげて、あげての座標。俺は他人との自分との違いはよく分かってはいなかった。奴になりたく私絶対役に立ったかった。笑顔が好きだと思った人の笑顔なら常に見たいと思い込んでいた。他人と自分との違いなんてまだわからないままだ。何か隠しまっちゃうと俺も敵の奴らと変わらないような腐れたアラミ。ヘドが出るほどてめえも見逃してもまた再びやってくるし、灰になればなるほどミスは増えていくけど灰になりたがる。やな宿命、これが俺のカルマと宿定されてる。はい。だけども宿命のその先に迷路くぐり抜ける。ここ吉祥寺の迷路男女もくぐり抜け、青バグダムブラザーその男女もくぐり抜け、東京全土をこうして駆け巡る東京攻略法。東京の攻略法を未だに探してある。それが見つかったところでまた戻ってくる。皆に伝えに戻ってくる。ワンツーリターン、いつに戻る。夜の無限に続くボクシング血を吐きながら続けるマラソン。そんな状況で。デイデイコーチでやってる。デイデイの沙汰まさげながらボロボロのから。第二の MC は山ほど見つかる。今でガッタ全員を踏むんだ。結局ヒップホップがどうだこうだ、人に言われた言葉何一つ役に立たず、シャワーで洗い流した過去の All right me、 ああそうだけど物を殺せる自分の中のリッチ。本当に追い詰められた時にそいつが出たのを感じず感じた。同時に自分の素顔が離れた。何かを見たぐられた。そんな気がした誰かのために、なんでそれもまた嘘だった。ぶつかれぶつかって破れる正直。
まだまだ進歩ない用事でも一歩に立ち向かう。絶対負けねえファンだって立ち上がる。ワンショット過ぎる、板ついたところに突っ切る。どんなコップに詰まったところでも痛快する。 Yo、 うめえことうまいこといかなくてもやっぱりあるから俺は行く。今日のバーリー友達でんだ。俺マイクにいるんだってないけど全然大当たりのオープンマイク掴み取った M1C